はい、どうもカリエです。ナンバーズのドライとフィア、そしてあの天元ですね。ナンバーズじゃないんですけども、天元が、今回再生進化実装されましたので、その3体をね、今回再生進化の、再生進化後の、ステータスを見ていこうかなと思っております。まずはドライから、やっていきましょう。ナンバーズですね。まあ前あれだよね、アインとツバイが、まあ、同時に進化してたんですけども、ナンバーズはこうやって2体ずつガンガン進化させていく感じなのかな。これからステータス見ていきましょうか。まあその時の動画でも言ったけど、ナンバーズシリーズはほとんどね、リーダー向きの感じのリーダースキルを持ってないので、ステータスの数値と、まあ、ノーマルスキルの、倍率にも注目ですね。ドライノットイコール A イコール00かな、ですね。リーダースキル、風属性ユニットのヒットポイントが 2.5 倍、攻撃力が2倍になる。アインとツバイと、倍率ちょっと違うかな。ヒットポイントが確か3倍だったよね、あの2人は。で攻撃力が 1.5 倍だったんですけども、ヒットポイントがちょっと下がって攻撃力が若干上がりました。でさらにクエスト中、水パネルが全て、回復パネルになるという形になってます。まあでもそうですね、最初の方のストーリークエストだとか降臨とかはこの倍率でも結構安定するっちゃするかな。で、アクティブスキルがウィンドドロー、全体を攻撃力 ×60 倍の風属性攻撃で貫通ですね。さらに、手札の左から2枚が風パネルになります。貫通はいいよね。60倍もまあまあそこそこの倍率ですね。で、ノーマルスキル1が敵単体に風属性の特大ダメージを与える。クリティカル率がプラス 35%。 あ、結構クリティカル率は高いね。ノーマルスキル1、風にパネル2枚ですね。でノーマルスキル2がウィンドレクイム、風4枚で、単体に超絶大ダメージを与える。クリティカル率がプラス 90%。 いいね、超絶大でしかもクリティカル確定でしょ。もうほぼ極大みたいなもんだよなしかも単体だからね、いいね、使いやすそう。で、リンクパッシブが、水パネル 40% 下げるという感じでございます。ナンバーズは本当にリンクでも本当に使いやすそうな感じですね。 40% 下がるのはなかなかいいね。はい、ということで、ドライは、まあ、こんな感じかな。普通に数属性パーティーの中に、組み込めば本当にどこでも適用できそうな本当にユニットですね。じゃあ、で元々だけど攻撃力も高いね。なんか知らんけどチャーム2回打ってるけど、でもそれでも優秀だな。攻撃力本当火力型って感じですね。はい、ということで次が、フィアの再生進化見ていきましょう。はい、ということで、フィアが再生進化いたします。ほい、ということでフィアノットイコール E イコール00ですね。おお、なんだ、攻撃力だってすげえズバ抜けて高えな。ヒットポイント少ないんだ。で、リーダースキルがさっきと同じ倍率ですね。ヒットポイント 2.5 倍、攻撃力2倍で、クエスト中のパネルが、全て回復パネルになります。で、アクティブスキルがライトドローですね。2ターンの間手札の操作時間3秒伸びる。おお。で、さらに手札の左から2枚がこう光パネルになると。時間型ですね。で、ノーマルスキル1がコード L、2枚で単体に光属性特大ダメージ。で、ノーマルスキル2が3枚ですね。ライトレクイエムですね。光3枚で絶大ダメージ、単体に絶大ダメージですね。で、クリティカル率がプラス 93%。 いいね、使いやすいって言うと大変だけど、パネル少なくていいよね、こういうのはね。逆にただ奇数パネルだから、まあでもそうですね、5枚入れればノーマルスキル1ノーマルスキル2両方、攻撃できるってことなんで、まあまあいいんじゃないでしょうか。で、リンクパッシブもこれいいですね。無パネルの出現率 40% 上げる。
なんで、うん、本当にまあリンクでもさっきも言った通りですけど、光るリンクでもね、本当光るシリーズですね、このシリーズは本当に。はい、ということでフィアがこんな感じで再生進化いたしました。あと誰だっけ、あと闇と無の、2人ですね、ちょっと名前飛んじゃったさっきまで覚えてたのに。はい、その2人がね、また再生待ちですけど、またリーダースキルの倍率変わんのかな、その辺またねちょっと楽しみにしていこうかなと思います。はい、で続きまして、天元ですね、シリーズは違うんですけど天元の再生進化もやっていきましょう。この動画内であれだ、フュンフとゼクスだ、思い出したすぐに思い出したわ、あれから。天元ですね、再生進化しました、かっこよくなりましたね。アンツーリュー天元かな、一文字の1370のアタックが、1916になってますね、レベル1で。まあまあそこそこ高い感じですね。攻撃力部型ですね、どっちかというとダークドラゴリミットアサルトシフト4ですね。これがまたえぐいんだよな、まあまあかなりその限定はされてくるんですけども、ユニットの味方も闇属性竜属ユニットのヒットポイントが3倍、攻撃力が 3.5 倍。3倍 3.5 倍って結構えげつないですね。でアクティブスキルが見通す瞳、手札の左から3枚が闇パネルになります。SP 消費1あるんですけども、スキルターンがすごい、短めですよね。これ確かレベル上げると、0ターンでこれ使えるようになります。で、ノーマルスキル1がさらなる常闇、闇2枚で全体に闇属性特大ダメージ。でノーマルスキル2がファイディスタントムーブですね、闇4枚で、単体に闇属性の超絶大ダメージ与える。で特性で味方が攻撃力アップ状態なら、代わりに極大ダメージに変わりますと。なるほどね、もともとこの4枚ノーマルスキル2がすごい強かったんですよね、天元は。でさらに攻撃力アップなんで、パーティー組むとしたらやっぱフェス A のシオンだとか、まあ攻撃力上げる、誰かいたかな闇流で自分の攻撃力上げる、ああでもあいつだ、前再生進化したやつ、すぐ名前飛ぶ闇流のね、はい、多分画像出します、ポンこいつこいつこいつがね、確かエンハンス持ってたと思うから組ませるとすごいいいかもしれないですね。はい、あれなんで名前飛んじゃうんだろういつもでリンク、リンクパッシブですね、リンクトリプルアサルト3です、これ初めてですね。ノーマルスキルが3属性以上成立したとき、ベースユニットの攻撃力が2倍になりますと。いいね、リビアとかビヨンドとかは 2.3 倍だっけかな、リンクトリプルアサルト4なんですけども、結構簡単なって言ったら変だけど、まあ、フェスゲン以外でね、リンクトリプルアサルトでここまで倍率上がったのは多分この天元が初めてかな、ね、だからリンク用でも全然倍率が出せるので、非常に使いやすそうなユニットになりました。まあ本当リーダーにするんだったら、そのリーダーがかなり限、サブのユニットがかなり限定されてくるんですけども、まあでもその代わり倍率は、かなり安定、一ポイントも安定だし攻撃力も高いっていう形になりますね、素晴らしい。はい、という感じで、今回はとりあえず、まあ、ステータス紹介という形で、今回の動画を区切ろうかなと思っております。またどっかのね降臨とか、難しそうなクエストったらなんかで使いたいなと、思います。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。